バヤン級装甲巡洋艦は、ロシア帝国海軍の装甲巡洋艦の艦級。単艦での通称破壊戦から艦隊直営艦までの汎用装甲巡洋艦として、フランスに設計依頼して建造された。このため、一番艦のバヤンのみフランスのフォルジエ・シャンティエ、ドゥラメディテラネシャラ製の造船所製で、残り三隻は、ロシア製である。本級の武装、装甲配置を示した図。 船体形状は外洋での航海性能を良くするため高い還元を持つ朝鮮主労型船体で外洋でのしのげのみ性は良好であった。艦首から前向きに 20.3cm 速射砲を収めた単装手法と一機を配置、司令塔を下部に組み込んだ環境構造は箱型とし、司令塔と環境の周りに上下二段の船橋を持っていた。 その背後に一段の見張り書を持つ、短脚式の全部マストが立つ。環境の背後に等間隔に並ぶ四本煙突が立っている。煙突の周囲は、関西艇置き場となっており、原則に2本1組のボートダビットが、片元2組ずつ、計4組で運用された。4番煙突から、後ろは簡素な短脚式の後部マスト、後ろ向きに、主砲塔1機が乗る。 完備水面下に1枚舵を挟むように、片弦1軸ずつのシャフトに4枚輪のスクリューがついた。複方は原則二等間隔に配置された張り出し部から 15.2cm 単層速射砲が、ケースメイト配置で片弦4機系発機を持つ。本級の手法は、パターン1 8 9ン2 0 3 c m 速射砲を採用した。 その性能は、87. 8 7 8ラムの砲弾を最大行角18度で16,100メートルまで届かせられた。この砲を新設計の炭素式の砲塔に収めた。砲塔の浮行能力は行角18度、深く五度である。旋回角度は単体守備線方向を0度として左右135度の旋回角度を持つ主砲神の不行、砲弾の旋回。 砲弾の溶弾、装填は主に電動で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は1分間に1発であった。副砲は、当時のロシア帝国は、フランス企業に依存していたため加シ車の製品を購入したパターン 18925.2cm 速射砲を採用した。その性能は 41.4kg の砲弾を、 最大行角20度で11,520メートルまで届かせられた。この砲を単装砲がで原則ケースメート配置で片ゲ4機ずつ計8機を配置した。不行能力は行角20度、深く5度である。旋回角度は100度の旋回角度を持つ、方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。 発射速度は1分間に7発と速かったであった。他に、耐水雷艇迎撃用に、パターン1 8 9チ7 5 c m 速射砲を、単装砲がで20機、近接戦闘用としてこの時代の軍艦に広く採用された、フランスのオチキス社の、オチキス 4.7cm 機砲を、単装砲がで発揮装備した。対艦攻撃用に 魚雷発射管を原則部に単素発射管を2基配置していた。ありがとうございます。